未来を開くと我々がやるしかない。どんな工事でもですね、やり遂げてみました。競争から共生にっていう大きなキーワードだろうというふうに思っていました。父の作り上げたものを失いたくない。自分たちの強みと弱みをよく理解した上で強みをより伸ばしていく。課題を与えられた時にそう簡単には諦めない、臆することなく一つ一つチャレンジしていくっていうことが世の中に風穴を開けていくっていうことになるんではないのかなと。